あのバカチャンネルは、フェアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン、日本初の株式投資型クラウドファンディング、ファンディーノ様の提供でお送りします。いつもハードシングス先輩ご覧いただきありがとうございます。司会の株式会社あのバカ広報の森まりのです。今回のゲストは株式会社サラ代表取締役の高橋陽太さんです。よろしくお願いします。サラはですね、我々あのバカの投資先の一つでして、はい、そのサラの素敵なオフィスで撮影させていただいております。ここにね、あの素材がちゃんとゆきさんの編集によって出てると思いますけど、はい、そんなおしゃれなオフィスから今日はお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ高橋さん、軽めに自己紹介をお願いします、はい、サラの高橋です。メニュータイの口コミグルメアプリサラというものをやってます。最近サラのまた投稿のデータをサラスの形式で販売するフードデータバンクというものを開始してまして、まあ、それ結構好調で、かなり大手の食品メーカーさんに今使っていただいているという形です。出身は川崎大師って分かりますか？あ、今日 AD として召喚したインターンの庄司君、川崎出身で、川崎大師になったらでもまだあれまさにそこですよ。庄司君が、いや本当に僕の地元はもうまだクローズゼロみたいな世界観ですって言って、はいはい、それマジなんですね。そうですそうなんですね、まあ、もちろんですが、はい、クローズゼロみたいな世界観には染まらずにこう成長されてるわけじゃないですか、はい、そうですね。ですよ、はい、どんな学生時代をお過ごしだったんですか？はいはい、まあ、ずっとサッカーでずっとキーパー屋さんで、今の起業家とは違って守り続ける、うん、攻めの逆のね、ずっと守り続けてましたどっちかというと不良な感じとは対極にいたので、うん、結構やられる側でしたね。そうだったんですね。ずっと毎日緊張感はありましたね、正直。中学毎日行くのに。じゃあそんな守りの中学高校時代を経て大学に進学され、はいはい、そこで1度目の起業を経験されるんですよね、はい、守りから打って変わって攻めに入りましたね。本当にずっとこう守ったりとか守ってきたりとか、うん、正直普通コンプレックスみたいなのあったんですよ。あ、そうなんですね。大学に入ってもサークルって結構たくさん喋れる人とかっていうのが活躍するじゃないですか、はい、でも僕そんなに喋るタイプでもないので、うん、そこでもちょっとなんか普通だなみたいなコンプレックス正直抱えていて、でそんな時にたまたま同じ学部の人たちが、うん、NPO をやってますとか、学生団体やってますとか、うん、その人たちめちゃくちゃかっこよく見えて、やっぱりすごく刺激をもらって、起業するぞって宣言だけしたんですよ、うん、その学部とかいろんな授業で起業するって宣言だけをしてたら、うん、あるダンサーから声かけられて、ダンス業界をちょっと一緒に変えてくれないか。確かにダンス業界の負というか改善できるなっていうところがあったので、うんうん、まあ、それで会社を作って。高橋さん自身ダンスのご経験とか、なんか興味とかはあったんですか？ダンス歴は4時間だけです体験レッスン2回分ですね。はい、起業するって決めた後にレッスン2回、はい、ちなみにそのダンス業界の負っていうのはどういうものだったんですか？まあ、ダンサーが食べれてないっていう形なんですけども、それは業界構造がちょっと悪くて、うん、まあ、マネジメントする会社がなかったんですよね。有名なダンサーの人たちが個人のつてで生徒とかを、うんうん、いろんなイベントとか CM とかに出すみたいなことしかなかったんです、うん、実力のある人がちゃんと活躍できなくなるじゃないですか。なるほどなるほど。っていうようなところでちゃんとマネジメントをするっていうような会社をやるっていうだけでも価値があるかなっていうふうに思って、聞いてると結構トントン拍子にうまいこと言ってるじゃないですか、はい、多分そこで普通コンプレックスからもちょっと片足脱却できたみたいな感じだと思うんですけど、その時の心境っていかがでしたか？ずっと不安だったっていうのは覚えてますね。そうなんですね。会社やってる 3,4 年やってますけど、うん、やっぱり学生なので何のノウハウもないですし、うんうん、社会から置いてかれてるというか、入れてないなっていうのがありましたね。その他のゼミ生の人たちもやっぱりみんな学生起業されてる方とか多かったんですか？はい、最終的に起業してる人は正直あんまりいなくて、ただ学生向けのピッチコンテストみたいなのあるじゃないですか、あれがよく出て、うん、日本で一番賞金が高いので優勝とかもできてたので、うん、そこでコミュニティは行ってできて、うん、なんでみんな不安なんで、不安な者同士で学生を買ってこうつるむみたいな会があって別に他の会社と相談しても本質的に事業が伸びるわけではないので、結局そういうネットワーク作りってバカにされたりするじゃないですか、あんまり意味ないよとかっていう人いると思うんですけど、当時僕も実はそういうふうに思い始めた時もあったんですけど、結果的にその時の学生起業家で成功した人がたくさん出てきて、その人たちがうちの今エンジェルだったりするんですよ。すごい。きっと今この動画を見てる方の中でね、学生さんでもそうやってコネクション作りみたいなこと頑張ってる方いらっしゃると思いますけど、まあ後々ね、本当何の役に立つかわからないっていうことですよね。で、その1社目の起業を経て大学卒業して、新卒では別の企業に入社されるわけですよね、会社員として。そうですね、卒業して2年ぐらい自分の会社やったんですけど、その後
エニグモという会社に入りました、うん、そこで最初一人部署でひたすら新規事業を毎月6個社長にプレゼンするっていうのを 1,2 年ぐらい、その時こそ仲間が欲しいですね。各々がパンクしちゃいますよそんなの、ね、やっぱりその時の経験があって自分でももう一回起業したいみたいな気持ちになったんですかね。そうですね、やっぱりもともと新しいものを作るっていうこととかは好きだったりもしましたし、うんうん、こういった形で成功と夫婦にしていくんだっていうものを実感できたので、うん、まあ自信にもつながって良かったよかった、はい、その時はさすがに毎日不安なフェーズからはもう脱却しました3日に1回ぐらいなりましたかね。そうですね、後でお話しするんですけど、その時もお金の問題とかあったんで、そういう意味での不安はあるはありましたね。なるほどですね、うん、ただは全くピボットとかせずにもう最初からこのメニュー単位のお店が探せるっていうサービス一筋ですか、はいはいはい、実はそうじゃなくて1個ぐらい事業潰してます。あ、そうだったんですね、はい、まあ、大体プレスリリース打つとその時の反応でいけるかいけないかみたいなのって一定分かったりするのもあって。なるほどですね、でもせっかくその2社も立ち上げたのに、はい、そのプレスリリースの感触悪かったっていうだけで閉じちゃうのもったいなくないですか、うん、自分たちが調子乗ってたっていうのもあるかなと思って、なるほど、まあ、何でもうまくいくと思ってましたし、うんうん、そこに対するミッションとかあったものっていうのが足りなかった、うん、なるほどなるほど、思いますね。じゃあその反省を引き継いで立ち上げたのがサラというわけですね。以前立ち上げた2社とはもう全く別 の, そのメニューからお店を探すサービスというサラですけど、はい、それはどういう経緯で生まれたアイディアだったんですか。もともと僕がご飯それなり好きだったんでうまいポテサラ食べたいなと思ったんですよ。かわいい、まあ、ポテサラ食いたいな今日って思って、超ピュアな現代圏お店のランキングとかは出てくるんですけど、うん、カフェのランキングとか出てくるじゃないですか、うんうん、なんですけどポテサラのランキングとかは出てこなかったので、じゃあこれはメニュー単位で投稿を集めて出会えるようにしたらいいかな、うんうん、同時にそういう課題抱えてる方がどのくらいいるのかなっていうのを調べたら月に1億回ぐらい検索されてるっていうことが分かって、これは同じ課題抱えてる人たくさんいるなと思って、うんうん、なんか本当お店じゃなくて料理の単位で探したいんですよね、はいはい、もうなんかものすごく冷やし中華が食べたいとか、うん、そういう気分で結構外食行くことが多いんで、そういう時に皿本当に便利なんで皆さんも使ってみてください、はい、ここに出ると思うんで、出ると思うんで、編集の方に自分の原体験からもユーザー視点ってすごい当たり前なんですけれども、うん、意外と見逃してしまうみたいなシーンって、うん、あるかなと思っているので、うん、最終的にそこの原点に立ち返ってやるっていうことがやっぱ企業を成長させたり長く継続させたりする秘訣かなのかなと思ったんで、本当当たり前なんですけれども、うん、当たり前すぎてこう見逃しがちなね、自分の中のインサートとかありますもんね、うんうんうん、そういうものを振り返るっていうのが大切だとおっしゃっています、はい以上、株式会社サラ代表取締役高橋陽太さんの今までの経歴を伺いました。高橋さんありがとうございました。いや、なんかこんなねのほほんとした高橋さんがまさかゴッサムシティ出身で調子に乗ってた過去があってみたいな、ね、はいはいはい、いや本当お首にも出さずそんな、はい、バレてなくてよかった。それでは皆様もご視聴いただきありがとうございました。よければコメント、高評価、チャンネル登録などなどもよろしくお願いします。それではまた来週。